ども肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品紹介していきたいと思います。冷凍食品コーナーに売ってました。カナダ産シウインスイートロンガニザソーセージ 750g 入ってます。お値段が768円でした。そしてあともう一種類、カナダ産シウインホットロンガニザソーセージ、お値段は一緒です。味が違います。ホットとスイートですね。まずホットから紹介していきましょう。名称豚肉調整品、原材料名豚肉、砂糖、醤油、香辛料、大豆粉、酵母エキス、食塩などが入ってます。内容量 750g、 保存方法マイナス18度以下で保存してください。原産国名カナダ、三元豚を使っててカナダ製です。続いてはスイートの方の説明したいと思います。名称豚肉調整品、原材料名豚肉、砂糖、醤油、香辛料、食塩、酵母エキスなどが入ってます。内容量 750g、 保存方法マイナス18度以下で保存してください。原産国名カナダです。書いてあることほとんど一緒ですね。大豆粉が入ってるか入ってないかぐらいの違いですね。これでどんな感じで味が違ってくるのか楽しみです。両方とも三元豚カナダ製です。楽しみです。ソーセージ大好きです。で結構小ぶりのサイズのソーセージがいっぱい入ってますね。焼くとこんがりこんな感じで焼けるみたいです。全部で24個入ってると思います。で700円台の価格なんで、美味しければすごいコスパがいいかなと思いました。未加熱品なので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください。一度解凍した製品を再冷凍しないでくださいって書いてあります。そこだけ注意点ですね。ちょっと見にくいんですけど、ここに英語でいろいろ書いてありますね。4行書いてあります。略していきたいと思います。じゃあ上からカナダ産 100% 検証済みのプレミアムカナダ豚肉、成長ホルモン不使用、ラクトパミン不使用、こんな感じで多分体にいいことが書いてあります。でここは未調理のまま冷凍保存って書いてあります。まあシンプルなパッケージですね。シールが1枚貼ってあるような感じです。表面はシール1枚貼ってある感じで、裏面もシール1枚で、プラスチックの容器に入ってるような感じですね。で真空パックになってて冷凍保存品で売られてると。小ぶりのソーセージなんですごく食べやすいかなっていう印象ですね。半解凍ぐらいになるまで待ちたいと思います。解凍できたみたいです。こんな感じ、柔らかい。早速調理したいと思います。オープン。おお、いっぱい入ってますね。で、そうだね、生っぽい。あ、未加熱品なんでこんな感じで形が崩れちゃいますね。まず未加熱品っていうことなんで、ボイルしてから焼きたいと思います。あ、くっつかってる、くっつかってる。使ってますね。こんな感じで三連になってます。これをどんどん茹でていっちゃいましょう。こんな感じで両方茹で上がりました。両方とも中火で約15分から20分茹でてあります。ちょっと色が違うんですけど、左側のものが20分前ぐらいに茹で上がったスイートの方で、右側が今茹で上がったホットの方ですね。なので20分後ぐらいになれば
こっち側も色が落ち着いてくると思います。まだ茹でたてなので色が白いです。で、一つ茹でてて残念だなって思ったのが、どちらともに言えるんですけど、こうやってはみ出ちゃってるソーセージがほとんどですね。どっちかがもう破れちゃってるっていう状況で冷凍されてるので、結構香辛料が茹で汁に混ざっちゃって、ちょっとそれはもったいないなっていう感じの印象です。これ一個食べてみようかな。これはね、スイートの方ですね。ボイルされた状態で一ついただいてみます。中はぎっしり肉が詰まってますね。甘いです。しっかり味付けされてるソーセージです。ちょっと焼いたのを味わって食べたいと思います。時間を置いたら色が一緒になりましたね。焼いていきましょう。このなんだろう、つながってるところに赤い血みたいなのがあるので、これを切っちゃいましょう。血じゃないのか、香辛料かな。ちょっと気になるので切って、こんな感じで焼き上がりました。左がスイート、右がホットです。で、3個に1個ぐらいはこうやって中の身が出ちゃってます。これは残念な点ですね。皮に収まってないです。で、まずスイートから食べていきたいと思います。先ほどちょっと試食したんですけど、やっぱり焼いた方が断然美味しそう。先ほどのボイルと違ってやっぱり焼いた方が美味しいです。こんがり焼いたつもりなんですけど、パリッとはならなかったです。もうちょっと焼いた方がいいのかな。皮はパリッとならなかったですけど、皮は厚めの皮です。中のお肉がすごい味付けされてて、これだけで美味しくいただけるソーセージですね。スイートの方は焼肉の甘口ダレで味付けされてるような感じですね。しっかりめに味がついてます。甘いです。じゃあ次ホット、思ってたホットと全く違いますけど美味しいです。ただ両方とも味付けがほとんど似てます。焼肉の甘口ダレで味付けされてるような味で、ホットの方がちょっと若干後味に辛さが来るかなっていう感じなんですけど、辛さが来ても甘さの方が勝っちゃってるんで、ホットなのかなこれはっていう感じですね。チョリソーみたいな結構辛めなソーセージを想像してたんですけど、印象とは全く違う味付けでした。ほぼほぼ味は似てます。ただ若干右のホットの方が辛いかなぐらいです。お子様がいらっしゃる方は左のスイートの方がいいと思うんですけど、お子様でもちょっと辛いのだったら食べられるよっていう方だったら、右のホットでも全然美味しくいただけると思います。大人だと両方とも甘い味付けなので、ちょっとイマイチかなっていう印象ですね。お子様向けのソーセージかなって思いました。私はあんまり甘い味付けが好きじゃないので、ちょっとイマイチだったかなっていう感想です。強いて言うなら甘口じゃない方が良かったかなっていう感じです。私はいつもそのままで食べるか醤油系マスタード系で食べてるので、甘い系というよりはしょっぱい系で食べてるので、イマイチでした。他のボイルしたやつ切って冷蔵保存したいと思います。早めに食べちゃいます。こんな感じで今回はコストコで買ってきたソーセージのご紹介でした。
少しでも参考になればいいなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあ早速仕分けましょう。こんな感じで仕分けが完了です。冷凍保存ができないので冷蔵保存で早めに食べていきたいと思います。朝食に4個ずつぐらい目玉焼きと焼いて食べていきたいなと思ってます。早めに食べちゃいます。